ここでおよそ300m 先、稲荷、まもなく稲荷方面です。ここで府中とも分岐していくのか。490m です。高いね、490m。 およそ1km 先、右側車線です。およそ700m 先、右側車線です。もう観覧車見えてる。あれだよね、多分。記憶にある。こんな感じだったな。次の信号は左方向です。その先700m で江ノ木道を右方向です。お。左方向です。なんかこんな感じだった気がする。ここに駅があるんだ。みんなここから歩いてくの？遠くない？ねえ。なんかさ、前行った時なんか駅に直結するなんかロープウェイだかなんか。ああ、電車だ。山手線みたいなやつ。乗り場はこちらですとか言ってさ。ああ。なんもなんでもちょっと歩くのって。遠いよね。着く前にもう疲れちゃうね。放置してんのか。回収できなかったんじゃない？全然人揉めたんじゃない？
安倍常と喧嘩してた。さらにまた何か作るのかね。時代読売帝国にするつもりなのかね。もっと読売教団とかなるね。およそ 700m 先、読売ランド前は左方向。結構な大規模でやってるよね。そこの病院も読売ランドって書いてある。周辺です。読売4まで出来去ったらもうみんな外出やがる。囲い込みがすごいね。左方向です。目的地です。ここ上がってくんじゃない。うん、もうちょっと行ったところにさ、もうちょっと先にさ、あ、これ先払いのやつ、現金のみ、現金あったかな、私。あ、ここで払うんだっけ。うん、現金数千円ぐらいある。なかったら経理って言われるかな。2000万円ある。全財産500円になっちゃった。500円になっちゃった。今だって400円使っちゃったから。もう全財産500円になっちゃった。今日あるか？おじさんが。お姉ちゃんだよ。失礼な。失礼な。可愛いお姉ちゃんじゃないかよ。持ってる人全部おじさんに。偏見だよそれ。動揺が。開いてるか。なんとかしてるかな。なんて書いたか行くしかないですね。そうだね。結構わっ、すごい。ね。前回来た時1階に止める。止めると止めると。あるか？止めれそうなところにあるかな？あ、その端っこ空いてる？あ、止まってるか。ある？空きって書いてあったから、どっか行ってんじゃん。これこの上あんの？2階建て？何階かな？なんか屋根っぽい。あ、それ出たんじゃない？青いの。出たのか？どうなんだろう？あそこは多分空いてる。空いてるかな？この上にもあるんじゃないか？屋根みたいなのがあってこと。あ、どっから出てきた？え、空きある？あ、え？え？あ？ん？これか。あ、行ってたか。止めやすいとこでいい。今のここ以外に空いてるとこあんのかな。なんか全然空き見受けられないけど。どうしようかっけ。怖い。気をつけて。これ向こうの隣も一応開いてることあるんです。え、開いてなかったよ。本当？うん。